珍しい特別使用車、限定車が、あります。アウトバックのこれ色もディープチェリーパールという特殊な珍しい色なんですけれども、この車、5代目レガシーのビッグマイナーチェンジの後で、誕生した特別使用車です。サテンメッキのドアミラーだったり、ホイールが、特殊な加工がしてあったり、このドアハンドルも凝ってます。メッキとサテンシルバーのコンビネーション、ぐるっと回って、今では X ブレークでおなじみの、X バーのついた、大きな、ルーフラックですね。そして、デュラブルフロア、この下に、水も溜められてこう見えますね。水を溜めて、抜いたりできる、ちょっと面白い、マルチパーパスボックスが、ついています。こういう車に、乗って、いろんなところをドライブするのも楽しいと思うんですけれども、この木目調のパネルですとか、独特の、シート、それが、この車の魅力です。ブラウンレザー、先ほどのぐるっと回って、こちらまでつながっていく艶のない本当にもあの渋い木目調のパネル。エンジンは FB25 を搭載してますので、インパネに、このメーターですね、コンビネーションメーターの中に、液晶の大きな表示が入るようになった、タイプです。 SI ドライブの表示ですとかアイサイトの表示ですね、こういうのが、ここに出てくると。これが、ビッグマイナーの後の5代目レガシーです。それの特別使用車、この頃は、非常にスバルの環境が、ちょっと今に似たところがありまして、間もなくレボーグが出てくる、そのレボーグが出てくる1年前、BRZ も出てくるその少し前、この車ももうすぐフルモデルチェンジを控えている、そういう時に、出てきた非常に面白い特別要請でした。この車にはサンルーフもついてます。この頃から、平成25年なんですけど、今からもう6年半前ですか、やっぱりこの SUV フォレスターとかアウトバックにはサンルーフが似合うよって、思い出深い車です。ちょっと見てみます。このタイプになって、思ったことは、4気筒でありながら随分フィーリングが、6気筒エンジンに近くなったなということを感じました。まだこの当時は6気筒もありまして、5速オートマチックと組み合わせて、ラインナップにありました。でこの半年後ぐらいに、実はグランドマスターっていう、これと全くよく似た限定車が、出たんですけれども、スバルはその時何を思ったのか、あまりその車をはっきりと PR せずに、中途半端な売り方をしてしまいましたので、知ってる人も少ないかと思います。おそらくですね、まだはっきりと決まってなかったんでしょうね。アメリカには現行モデルではなくなりましたけども、6代目レガシーでも6気筒がありまして、その6代目から国内には6気筒が展開されなくなったので、そのプロタイプの6気筒が実は最後だったんですけども、はっきりとですね、このグランドマスターが日本の6気筒のファイナルエディションだって言ってればもっとちゃんと売れたのに、そういうことを言わずに、なんか曖昧な出し方をしてました。
なぜか今想像するにまだ実は何かやろうとしてたと思うんですね。まあそのことについてはまたブログに書こうと思いますのでお楽しみに。この車のこういう立ち上がりの感じは非常に力強くて、先ほども申し上げたようにロキトエンジンの力強さをすごく無限化してる車です。まあだから何ていうのかな、一つ前のアウトバックの4代目アウトバックの 30R、ぐらいの、フィーリングは、この車で実は出てます、まあ、ただ車全体の成り立ちとか味わいは、PPE 型の6気筒のアウトバックとは、かなり全体は違うんですけども、エンジンのフィーリングだけ、比べると体感するとまあ、よく似てるなと、シューッと回るところもそうですし、まあ、よく似てるなと思います。はい、エンジンは SI ドライブで、これレガシーですから S シャープ、これ S シャープいう出足ですね、も選べるし、この S のフィーリングも味わえて、まあ、通常はこのインテリジェントモードでも十分走ると、リニアドロニックも随分この辺りでも改良に改良を重ねてますから、最初の頃のものに比べると、リニアドロニック特有の音も目立たなくなってますし、何て言うんですか、ヒューンと音ですよね、それが本当に目立たなくなってますし、全体的にこの、効率が高い、スリップロスが少ないように、きちっとこうエンジンがついてくる、そういうイメージの車になった、これがその5代目レガシーの、ビッグマイナーチェンジ後のアウトバックの、しかも、その最後の方の特別、限定車の様子です。やっぱりアメリカで大成功を収めた車ですので、最初にこの車を作ったのはタチモフさん、後に、専務になられて、まあ、STI の社長も一時期務められた、まあ、いわゆるスバルのホープと言われた人ですけれども、もうその後引き継いだのがこの場合には、熊谷さんですね、熊谷さんが引き継いで、非常に素晴らしいマイナーチェンジをしたんですけども、その熊谷さんが当時、左手で、この車をマイナーチェンジしながら、右手でレヴォーグの PGM プロジェクトジェネラルマネージャーを務めて開発を進めてたと、そういう時の車ですよね。だから両方もちょっとこう走らせるとリニアトロニックの雰囲気とか、そのスペースの使い方とか似たところがあります。でこの内装とか、まあ、商品企画ですよね、デュラブルフロアをつけたり、マルチパーパスのカゴボックスを入れたり、ちょっとそのスバルにはそれまでなかったような工夫があるんですけれども、その理由の一つがですね、ひょっとしたらこの車はビームスとのコラボエイドが少しあったんじゃないかなというような気がします。実はそのビームスとのコラボは GH 型のインプレッサでビームスエディションっていうのが出た時に、大々的に企業同士のタイアップだということで鳴り物入りでスタートしたんですが、まあ、その後だんだんトーンダウンしていきまして、フェードアウトして、結局最後なんか知らないうちに終わっちゃったんですけども、もう僕は思うんですけど、結局何をしたかったのかって言ったら、新しい血が入れたかったんでしょうね。で、
4代目レガシーの時には LL ビーンというのがあって、で5代目レガシーではそういうものがなくなったので、ちょうどその両方が重なってる時期に、あの時に話を伺ったのは、僕は確か立森さんじゃないかと思うんですけども、ビームスってもうやらないんですかみたいな話をしましたら、いや考えてますって言われたことを今覚えてますので、インプレッサからこのレガシーで、ビームス絡みの、まあ、企画が残ってて、でこの EX エディション、まあ、EX の E はエクステンドだっていうふうに聞いてますけども、広げるとか拡張するっていうことですね。そういう車につながっていって商品化されたんじゃないかなというふうに思います。いや少し曲がりくねったところで、この背の高い車がどんな挙動を示すのかっていうのを紹介したいと思いますけれども、まあちょっとここはシャープモードで出してみましょうかね。少し前を見ると分かるんですが、結構このターンが深いところなんですけれども、まあ、これ本当にライントレース性で良くなってます。次のところもちょっと交差点ですから、角度が強くないと思います。取り回しは非常に楽で、大きさっていうものはあんまり感じないです。まあ、手のひらの上に乗る、扱いやすい車ですよね。でこの先に、スプーンカーブがあって、ここで車の追跡がよくわかるんですけれども、まあ、パドルで、ちょっと減速してあげてスプーンに入って、あんまりこう飛ばすとやかましい人もいますので、ゆっくり走らせますけども、こんな感じでギャップの乗り越えも、穏やかですし、やっぱり洗練されてるイメージがすごくありますよね。どうでしょうかこの車。やっぱりアウトバックがどうしてアメリカで今でもこんなに支持されているのかっていうのがよくわかりますよね。ものすごくやっぱり大人の車ですし、でじゃあ若い人が乗れないのかってそんなことないです。20代の前半の人でもこれ結構中古車で買ってその乗ればですね、道具としては抜群ですし、渋い感じがすると思うんですよね。男性だけじゃなくて女性にも決して不似合いではなくって、快活なイメージがありますから、上品で快活っていう感じですよね。ですからアウトバックって、まあ、本当にスバルにはもう欠かせない、いわゆるある意味フラグシップじゃないのかなというふうに思います。くしくもこの5代目を開発した立森さんは、平成7年、1995年ぐらいですよね、にアメリカで、スバルがちょっと販売で苦戦してる時に、レガシーのあれは2代目レガシーですねをベースにして、アウトバックっていうのを作り出したその方そのものなんですね。スバルがまだなんて言うんですか、今ほど SUV に関して確固たる地位を築いてない時代に、このアウトバック、それからフォレスター、それは後ほど後から出てくる XV と鉄壁のですね3兄弟をこう作る、まあ本当に足がかりになった車がアウトバックだと思うんですけども、そういう車ができた背景にはレオーネっていう車があるんですね。ですからレオーネの残した功績はやっぱり偉大だなというのを今改めてこのアウトバックに乗って思いました。機会があったらぜひこの車をご覧ください。以上です。